アジア最大のスポーツの祭典、アジア大会、が10月8日、全日程を終了した。9月23日に開幕し、45の国と地域から選手が参加。40競技が行われた16日間の激闘で、日本はメダル総数188個、金イコール52、銀イコール67、銅イコール69を獲得した。動画、日本が北朝鮮を撃破。 史上初のアジア大会2連覇。日本は前回2018年のインドネシアジャカルタ大会と比べて、金メダルは23個、メダル総数では17個、いずれも減った。最も金メダルが多かったのは201個の中国で、メダル総数は383個と大きく差をつけられた。その他のアジア諸国も力をつけた印象で、 来年のパリオリンピックに向けてアジアの競技レベルがどこまで強化されていくのか要注目だ。アジアメディアも大会を振り返る記事を連日配信していく中、複数のメディアが最も興味深い競技に女子サッカーの日本戦を挙げている。まず、マレーシアの老舗英字新聞ニューストレイツタイムズは決勝を戦った北朝鮮戦を大きくピックアップ。 日本はスタジアムの大観衆からブーイングを浴びたが、興味深い雰囲気の中で冷静さを保ち、北朝鮮を4-1で破り、アジア大会の栄冠を守り切った、と記し、異様な雰囲気を跳ねのけて大会連覇を飾った日本の精神力を称えている。次にフィリピンのスポーツ専門メディア、インクワイアースポーツも北朝鮮戦のファイナルに興味を注いでいる。格闘技が盛んな国であり、 大会期間中はボクシング記事を中心に発信していた同メディアは、サッカー女子日本代表の国家青少寺に書き消すような監修のブーイングに反応。その光景を、異様だ、と評している。日本の戦いぶりは中東メディアにも届いている。カタールのスポーツ専門チャンネル、アルカススポーツチャンネル、の英語版サイト、アルカスデジタル、は日本の金メダルを速報で報じた。加えて、 今回の女子ワールドカップで準々決勝に進出したチームから、日本はたった一人の選手で臨んだ。3万5000人を超える中国の観衆は北朝鮮に圧倒的有利になるよう、